こんにちは、私〇〇商事アルバイトの中田と申します。今回おすすめしたい商品がございまして、近隣をお伺いさせていただいております。母さんや出前頼んだかの、ボケてない大丈夫ほい。ということで、今回からこの何でもセールスマン訪問販売シミュレーションゲームをやっていきたいと思います。どんな感じのゲームかいまいちちょっとよく分かってないけど、終わりがあるのかも謎。さあ、ということでスタート。お、オープニング失礼します。あれ、誰もいない。入社日なのに困ったな。社長ってなんかめっちゃひらがなで書いてんやけど一応ストーリー的なものがあるんか。おーい、ん、なんかどこかから声が聞こえるぞ。よく来たじゃん。え、チャラくねチャラくね、見た目からしてチャラくね。うわ、いやー、気づいたらこうなってたじゃん。そういう喋り方だ、誰。あー、俺はここの社長、これからしくよろー。なん、死後失礼しました、よろしくお願いします。なんなんだこの人。うちの会社は営業、いわゆるセールスっていうことをやってるんだけど、地味、見た感じセールスはビギナーっぽいじゃんね。あ、まあ、はい。え、でも見た目でわかる？見た目結構セールスやってそうな感じするけど失礼。トリマーやってみないことには始まらないっしょ。なんか一個だけ段ボール赤い、気になる。とりあえず点上げで、あと赤いテープの段ボール箱開けてちょ。あ、やっぱそこでちょっと関係あるんやね。はい。これですか？商品とセールスの説明が入ってるじゃん。それ見ながらセールスしてみるじゃん。それじゃあバイブス上げていきましょーい。いきましょーい。私いつもツイッターで言うやつや。え？あの教育係的な人は。いやー、毎日サーフィンしてたらみんないなくなってたじゃん。マジで？この会社この2人だけ？新入社員おらんかったらどうしたん？え、社長自ら？え？じゃあしくよろー。とりあえずやってみるか。なんか新しい商品ゲット。これはお味噌汁的な感じ。あ、お味噌汁セット20個、今回のノルマ。あとしくよろー。適当かよ、丸投げ。所持金1000円。早速セールしに行くじゃん。セールじゃない、セールスしに行くじゃん。とりあえず当たってくだけだじゃん。セールス準備、商品を選択しよう。さっき渡したお味噌汁を持っていくじゃん。手ぶらで出ても仕事できないじゃん。うん、確かにね。お味噌汁セット600円。これは4袋で600円ってこと？なんか高いんだか安いんだかよくわからんけど、でもスーパーならもっと安く買える気がする。出始めにどいなか町に行くじゃん。どいなか町そのまんまだな。どいなか、はい。この町の平均年収150万円。もうそういうのが好きな商品ジャンル何もないよ。カズオさん、トメさん、イクゾーさん、この3人が住んでると。そこの家とか良さげな気がするじゃん。売りつけに行くじゃん。どれどれどれ、これ、カズオさん、これはなんか通っていくうちに、この商品いいやみたいな感じで好きな商品じゃんのが登録されていくんかな。粗品なし、粗品とかもある時があるんや。カズオさん宅、チャイムを鳴らそう。ピンポーン。なんじゃ、誰かの。あ、思ったよりおじいちゃんやった若い人を想像した。こんにちは、私〇〇商事アルバイトの中田と申します。今回おすすめしたい商品がございまして、近隣をお伺いさせていただいております。母さんや出前頼んだかの、ボケてない大丈夫ほんの数分で説明終わりますので、わしゃ寿司がいいの。お話だけも聞いていただけませんか。噛み合ってないよいつもカッパ向きしか食べさせてもらえんでの。出てきてくれるのこれ飽きたセールス開始、ありがとうございます。私〇〇商事でアルバイトを進めております。アルバイトって言われたらなんか買いたくなくなるよね。ちゃんとした人じゃないやんみたいな。中田と申します。本日ご紹介させていただきたいのはお味噌汁セットでございます。あ、でもおじいちゃんいいんじゃない。ほう、ご存知ですか。もうお味噌汁セット知らん人おるんかなえ、マジで。いんにゃ全く知らん、聞いたことなか。こちらが今回のパンフレットでございます。どっかで見たことあるの。孫の結婚式の引き出物にあったようなはなかったような。あ、なるほどね。
いえいえ、そこらの味噌汁セットとは味が違います。そうじゃ、スーパーの特売コーナーじゃめっちゃ安いとこやん。バシッといい感じに商品をお客さんにアピールするじゃん。どうやって、お、セールスポイントを選ぼう。一つ目のセールスポイントを選ぼう。あの財界の大物が手掛けました。二日酔いに効く空前の大ブーム。え、おじいちゃんにはどうしたらいいの。財界の大物が手掛けました。空前の大ブーム、財界の大物で行ってみよう。ちょっとん、あ、さらに使って3日で違いがわかる。象が乗るの。乗っても大丈夫。3歳児から使える。え、あの財界の大物が手掛けました。使って3日で違いがわかるお持ちするセット、どや。ババン。どうすか。あ、でもおじいちゃんにあの財界のって言っても、あ、グッドグッド、やった。元日銀総裁の方が監修したのがこちらのお味噌汁セット。なぜ元日銀総裁、そこ。お客様の 99.9% が。エリートの中のエリートが作り出した至高の一品です。ワンランク、ツーランク上を行きたい方におすすめでございます。そして即効性が高いのが特徴です。お味噌汁の即効性って言われてもわからんけどね。なんと早い方では翌日にも効果が実感できるほど。平均的に見ても約3日後にはほぼ全ての方が違いを実感されています。はて、仏の気がするがまだわからんの。お客さんの気になるメーターが上がるほど買ってくれる数が増えるじゃん。お、あ、あの上のやつ1個欲しい。今どこの部分、あ、あのおじいさんの顔のところってことか。1個欲しい、なるほど。こんな感じで残りもじゃんじゃんアピールしていくじゃん。じゃあ最終的にテンションメーターがこうグッといけばいいってことやね。こちらの商品どのように使用するかといいますと、商品の使用イメージを選ぼう。乗せる、食べるんじゃないの。何これ、ル、え、乗せた。乗せたよ。どこに。このお味噌汁セットは調味料としてもお使いいただけます。まあなるほどね。おすすめの調理方法はディップソース。生野菜はもちろん、鉄パイプでお袋の味、意味がわからない。どんなものに乗せても絶品のお味です。わしは入れ歯じゃから硬いもんは無理じゃよ。なぜ鉄パイプに行った。そこを選んじゃいけない。ふりかけの方にしよう。さらにこちらの商品を購入された方にアンケートをお願いしたところ、お、購入者のレビューをタップでシャッフルスタート。シャッフル、わからん。はい、出汁が効いてる。お、いいんじゃない、お味噌汁やし。お客様の 99.9% が出汁が効いてると回答。もう意味がわからんけどね、ちょっと。99.9% が出汁が効いてると回答したから何なんだって感じやし。なんと 99.9% の方が出汁が効いてると回答されています。まるで料亭のようなお味噌汁をご自宅で楽しめますよ。あ、それはいいんじゃない。そしてこちらのお味噌汁セット、特別価格で600円のご提供となります。たっけーわ、こんな値段今しかありません。チャンスですよ。しかしばあさんに掴んで買うわけには。お、おいワードで客を納得させよう。え、プラスワードだけをタップ。10秒以内に、はい。眠いお腹すで、もうすぐボーナス、眠い、もうすぐボーナス、ワイドショーで出た。ワイドショーでもうすぐ両親のプレゼント。なんだ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 。あ、これ要は、あの黒いやつ以外ってこと？もう色で判別できるやん。なるほどね。エクセレント。これは去年買おうと思っとったんじゃ。うん、2個欲しいに増えとる。え、でも110分の19ってめっちゃ低いな。すっかり抜けておった。お、ジャンルボーナス、テンション 1.5 倍。お、何それ、4個欲しいに増えたぞ。みんな持ってますよ。買わなくてもいいんですか。よし、わかった。4個だけだぞ。あとばあさんには内緒と。お味噌汁ぐらいいいやん。わかりました。4個ですね。すぐお持ちいたします。2400円分のお味噌汁を買ってった。なるほどね。合計売上2400円。毎度ありって感じだね。使って3日で違いが、いや、そこ良くなかった。だってあっこだけルーレットと思わんやん。でも最後のもあれやけど。購入された方からの感想。ボーナスが入るので頑張ってた自分へのご褒美。おじいちゃん働きよんやね。ボーナスが入るので、同じやないかい。最近ワイドショーに出てたので、タップしたやつに、私ボーナスとワイドショーしかタップしてなかったってこと？いや、両親へのプレゼントも買っ、
あったよ。なるほど。ん？じゃあこれはどっちに行ったらいいの？事務所？マップ？とりあえず事務所戻る？ちょっと休憩する？なんだ誰？誰？これでセールスは終了じゃん？超ちょろいじゃん？ちょろくないやろ。だって、110分の20何歩やったよ。全然いいやん。じゃあノルマ達成するまで、じゃんじゃんバリバリ売りつけるじゃん？そっか、ノルマを達成しなければいけないんだ。セールス準備。え、でもこれまだお味噌汁セットしかないんやろ？予約そう。うん、粗品持っていけるの？でも何かなかったら無理かな。でとりあえずよし、他の人の家に行ってみよう。トメさん行くぜ、訪問する。ピンポーン。これ1回で出んこととかあるんかな。はいはい、どなたかいね。こんにちは、私〇〇商事アルバイトの中田と申します。今回おすすめしたい商品がございまして、近隣をお伺いさせていただいております。はあ、こんなとこまでよう来なさって。ほんの数分で説明は終わりますので、この町にこんな若い人が来るなんてね。お話だけでも聞いていただけませんか？最近はめっきり若いのが減って大変でね。こういう町にセールスなんか大変そう。おじいちゃんおばあちゃんだらけ。話が噛み合わない。え、てか20個売らんといかんのよね。まだ4個しか売れてない。やばい。え、なんかテンションメーター最大値上がった？人によって違うんか。ありがとうございます。私〇〇商事でアルバイトを務めております中田と申します。アルバイトって名乗らんといかんのかな。本日ご紹介させていただきたいのはお味噌汁セットでございます。なんじゃなんじゃ、ご存知ですか？どうだったかしらね。こちらが今回のパンフレットでございます。字が小さくてよく見えないね。あ、それはありそう。では私から説明させていただきます。セールスポイント、これはなんかちょいちょいランダムで変わっていくわけやね。モンドセレクションって言っても多分おばあちゃんわからんけん、美味しくなって新登場の方がいいかな。吸引力何？どんなところでも怖い怖い怖い。ちょっとなくない？なくない？どれも違うんやけど。ラジオが聞けるお味噌汁ってなんや。吸引力の減らない、わからん。美味しくなって新登場、吸引力の減らないお味噌汁セット。何を吸引するねん。グッドなんや。こちら従来のものと比べてなんと約3倍のグルタミンを配合、旨味成分がアップしたことによってさらに美味しく生まれ変わりました。こちらサイクロンジェット技術どういうこと？掃除機やろ。こちらサイクロンジェット技術を応用して作られていますので、6時間連続稼働でも吸引力が一切減りません。わけがわからない。ものすごくパワフルですよ。ほう、ちょっと気になるね。こちらの商品、どのように使用するかと言いますと、商品の使用イメージ、濃い。食べるんだ。食べろ！おし、来たー！来たー！このお味噌汁セットはフリーズドライ製法で、ギュッと美味しさを閉じ込めているんです。てか、おじいちゃんおばあちゃん相手にさ、横文字あんまり使わん方がいいと思うんだね。一口食べると旨味と香り、そして懐かしさが、あれお母さんそっくりすぎ。口いっぱいに広がります。便利な世の中になったね。でしょうね。お、エクセレントやったね。さらにこちらの商品を購入された方にアンケートをお願いしたところ、お、購入者レビュー来たわ。お袋の味か、出しよね。濃い。うわー、全くわからない。また出し？え、でもさっきこれエクセレントやったはずやけん。グッとやった。あ、そっか、最後のやつか。99% の方が出汁が効いてると回答されています。まるで料亭のようなお味噌汁をご自宅で楽しめますよ。そしてこちらのお味噌汁セット。特別価格で600円のご提供となります。こんな値段、今しかありません。チャンスですよ。あと50人は生きるつもりだからね。無駄遣いは。あと50年行き過ぎじゃない？言っちゃあれやけど。え、何歳よ、おばあちゃん。よし、とりあえず、さっきね、内容めっちゃ読んでいきよったんやけど、黒いやつ以外全部押していけばいいってことやろ、これ。てか、黒いやつ押しそう。世界平和良くない？え、グッドワードじゃないの、それ。エクセレン！そうじゃ、思い出した。この商品欲しいと思っとったんじゃ。お、やったー。みんな持って
ますよ。買わなくてもいいですか？そうね、8個くらいならいいわよ。めっちゃ買ってくれるやん。8個ならもう10個買っちゃえよ。わかりました、8個ですね。すぐお持ちいたします。セールス終了。最終的に8個買ってくれた。うわ、4800円分のお味噌汁とか。何？大富豪の男、話は大体聞かせてもらったよ。ぜひ私にもその商品売ってくれないか。何？誰？なんかヘリコプターでやってきたんやけど。特別注文ボーナスチャンス。ルーレットを回して特別注文してもらおう。お味噌汁セットノルマあと8個か。8個をね、あと1件で行くのはちょっと難しい。え、最大で販売数プラス10個。やばくない？ルーレット1回。何あのチケット。なんか、10枚持っとるっぽいけど。はい、じゃあルーレット回します。よっしゃ、来い。しょぼい、しょぼい。追加注文ボーナス5個。ってことはあと3個売らんといかんってことかな。くっそ、もう1個売りたい。なんてこったい。7800円分やばいな。やばいな。販売数残り3個。3個までは頑張らんといかんね。でも今回はいい感じやった、全体的に。すべてエクセレントでいけたらいいんやけどな。やるじゃない、ありがとう。ビンゴが一マス空いた。ビンゴなんかしよったん、私。知らんのやけど。はい、それじゃあ、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画で お会いしましょう。またねー。